はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの U1A ですね。今2代目の撮影に入りました。これは東京のある音楽スタジオが、まあ、閉鎖になってまとめて6台、買い取りをしたうちの1台です。 U1A が5台、 U3A が1台というね、形です。ちょっとねエレベーターが狭くて出すのが大変やったんですけどもね、たくさん届きましたが、音はいいんですけどね、U1 の AA シリーズなのでね、傷がねやっぱりね、音楽スタジオにあるとですね、まあ公共なのでいろんな人がね使いますから、傷がちょっと多いです。まあ、特に両側のとこですね、この辺もう完全に色が剥げてます。こういう状態ですね。他はね、まあ擦り傷ぐらいで、大きなゴツンという傷はそんなにはないんですけど、まあこういう角とかね、まあたくさん当たってますね。多分ここにシールが貼ってあった後ですね、おそらく、飲み物を置かないでくださいというシールが多分貼ってあったと思いますけど、まあ傷が多いです。ただね、やっぱり天下の U1A なのでね、もう中古の世界では超人気モデルなので、これをね直すのが相当時間これかかりそうなので、傷は現状で安く出そうかなと思います。現状で良ければね、ということで出そうと思います。 U1A3734945 という製造番号です。はい、調律はきちんとね、やっぱりスタジオなんでしてはったと思います。これはもう使わないので巻いてありますね。ハンマーはこんな状態ですね。こんな感じですね。はい、まあ溝は当然ついてます。これは形を整えるつもりです。そこは大丈夫ですね。あ、弦が切れた跡がありますね。あら、下手くそな、これは張り替えた方がいいですね。弦のここの長さがちゃんと測れてないと、ここまでないといけないのにここ短いでしょね。これはまずいこれは張り替えますね。こことここはね張り替えなきゃいけませんね。弦を張るときにこの長さちゃんと測ってからやらなあかんですけどね、失敗して張りましたみたいです。はい、ということです。じゃあ音を聞いてもらいましょう。なかなかこれだけ外装の傷んだピアノもヤマハでは珍しい。あっと、ここも割れてる。これはまずい。ヤマハから取り寄せないといけませんね。ここの譜面台の隅っこが欠けてますね。まあかわいそうに、ここが、これ部品取り寄せないといけませんね。ああ、痛々しいわ。もう見てて、もっと大事に使うてと思うんですけどね。音聞いてもらいます。おお、音はいい。ようなります。やっぱりね、楽器は使わないとダメなんですよ。使うとやっぱりこう響板の振動がね、つくのでね。はい、曲を弾くのはやめときますね。こんな感じの響きです。ヤマハの U1A、 どなたかもらってください。このピアノかわいそうね。3734945のこのモデルのご紹介でした。それではさよなら。